今、まさに、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出元加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機を、ブストル、垂直、短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初舷は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉で、博賀が、大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送、救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は、艦載機として、固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。F-35 とは、アメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発、単座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である F-2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型、通常離着陸機型と B 型、垂直、短距離離着陸機型、および C 型、艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である、統合打撃戦闘機、ジョイント、ストライキ、ファイターの略称 JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 はストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては、十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新田原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。
この F-35B 飛行隊の陸上基地として、宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには、艦載機を陸上基地に降ろす必要があり、その艦載機のパイロットは、長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着管技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に、陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍では、その訓練を、陸上空母離着陸訓練、フィールド、キャリア、ランドイング、プラクティス、FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は、24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには、夜間、離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が、日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には、民家や住宅地が多く、FCLP は、夜間も実施されるために、住民の反対による問題となっていた。現在では、米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は、第5空母航空団の F-A18E、FEA18GE2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は、硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲型空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際にはアメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県の新田原基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する GTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において F-35A や F-15J が短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって、日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は、米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから、問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。ジンゲイ潜水艦が3月に就役する中、タイゲイ型潜水艦の全容が徐々に分かってきました。今回は、
艦長でさえ、お手上げの体外型を詳しく見ていきますね。お手上げとは、あまりの高性能でってことです。気になる動きも、台湾初の自国建造潜水艦ハイクンが体外型潜水艦を超えてるって話もあるんですが、中国海軍が一番危機感を感じているようですね。台湾海峡で中国海軍の潜水艦が密かに沈んでいるかもしれませんね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入、大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えない。特にロシア・ウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦においてウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられている。こうした状況下、日本の現状に目を移せば、幸いなことに周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシア・ウクライナ戦争に容な陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないが、非対称戦の重要度は増しているように感じられる。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち、軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙している。この日本が仮想敵国と海を挟んで対峙することという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるが、経済力を背景に軍事力の強化を推し進める中国によって、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の必要性の比重が増している。これを念頭において、日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだ。ただし、世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いている。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても噴出している。そんな中にあっても、日本の防衛の用と言うべき既存戦力は、やはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に、最新型潜水艦の一番艦である太平を就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。太平型は、すでに、昨年2023年3月に、2番艦であるは久芸も収益を果たしており、この今年3月には3番艦である神芸も収益する予定で、今、まさに、最終の準備が行われている段階だと言って過言ではない。そして、太平型は、4番艦の来芸も昨年2023年10月に、進水と命名を終えており、こちらも、予定通りに計画が推移すれば、2025年3月には、潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されている。ちなみに、太平型の建造費を見てみると、1番艦の太平がおよそ800億円、2番艦ハケ芸がおよそ720億円、3番艦の神芸および4番艦の来芸がおよそ700億円と、量産の効果で、若干の低減が見込まれている。しかし、前述したように、世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性がある。さて、今年2024年の3月終了時点で、太平型も3番艦の神芸が計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は、最新鋭の太平型3隻、前級の総竜型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となる。
これに加えて、最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には、少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないだろうか。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇は、すべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は、最大でも、同時に実戦配備が可能な数は7から8隻とめされる。この稼働数で、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷、津軽海峡、西は対馬海峡、南は、宮古、大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視している。これら5カ所の海峡を、有事の発生の際には、潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に、仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制は、これを実施可能な必要最低数だとめされる。かつては、海上自衛隊の潜水艦隊の数は、16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれない。しかし、実際には、第二次世界大戦後に、互いに、ある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもある。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭のイゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇る。タイゲイ型は、この船体に、3番艦の人鯨までが、川崎重工業社製の 12V25-25SBDゼル 機関を2機、4番艦の新鯨以降が同 12V25-31DZ 機関 ×2 機と、リチウムイオン電池と発電機を備える、ディーゼルエレクトリック方式を採用している。これらの機関部によって、タイゲイ型は、最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能とめされており、軍事機密のため、詳細なデータは未公表だが、航続距離は、推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われている。こうしたタイゲイ型の性能は、推定値とはいえ、通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や双竜型と比べても、大幅に能力を向上させていると言ってよいだろう。こうした点を捉えて、タイゲイ型であれあば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれる。しかし、個人的には、いかに、タイゲイ型が、リチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、軒並み30ノット前後の水中速力を、発揮可能な能力を備えていることに、比すれば同列には論じられないと感じる。そもそもが、海上自衛隊の護衛艦でも、多くの水上戦闘艦が、最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、タイゲイ型とはいえ、とそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだ。それでも、タイゲイ型は、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに、親潮型双竜型に比して、連続潜航時間が大幅に伸びたことは、待ち伏せ戦術においても、有効性をさらに高めたと考えられる。最新鋭で、かつ、
日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに、タイゲイ型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビュー等を参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化、デジタル化されていることは間違いない。ことに、前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の王の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察される。鹿児島県の種子島の西方に位置する馬毛島、自衛隊が使用する基地及び在日アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地として、整備が悪魔的との情報をキャッチしました。今回は、馬毛島の現在と馬毛島の役割を詳しく見ていきます。中国的には、やっぱり嫌だろうなと感じていますし、こんなに早く建設できるのかと考えてしまいます。出雲や加賀にアメリカ原子力空母が入港本格始動となると、中国にとってはとても厄介でしょうね。鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのダストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同港に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、
その実施場所の確保が最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは厚木基地、翌1983年からは東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり三沢基地及び岩国基地は駐機場である神奈川県の厚木基地からは非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうどこの時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は、可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから F-A18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。 F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった F-A18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカではバージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において FA18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし、厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に、対象搭乗者の負担の増加や時間、燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も地元住民をはじめとする猛烈な反対に遭遇し、同党を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的にその移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際には、その艦載機は岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練
FCLP の人的、時間的、距離的な問題をすべて低減させることは明白だった。そのため、一部から根強い反対活動はあったものの、前述したように、なんとか日本政府が馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば、事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は、2023年度の補正予算内に、馬毛島の整備に2684億円の経費を計上。陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけにとまらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲片護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。